ペンだよ。新宿のルンペンなんだよ。じゃあルンペン撮ってて楽しいんだ。そりゃそうだよ。頭おかしいんじゃないの。デリヘルだってカメラマンだって生きていくための手段だろ。勘違いしてんじゃねえよ。一度この中に入ったらなかなか出れねえんだ。眺めがすごくいいから。ただの新宿散歩だよ。